帝京大学の佐藤です。効果が上がる糖尿病予防のための個別運動プログラムでございます。はい、あの早速ではこれも早速なんですけれども、えーと、新型糖尿病に対する運動の効果をちょっと、えー、上げてみました。 こんんなにあるんですね糖尿病患者が運動することによって改善できる効果、血糖値を運動後に下げる効果に始まりまして、心筋梗塞、脳梗塞を予防する、がんを予防する、認知症を予防するえ、たくさんございます。実はですね、私はこの運動療法があれもこれも言ってみれば良くすること、改善することは、一方で運動療法の、まあ、言ってみれば、 価値を下げているんじゃないかとも思うんです。というのは、要するにあの何もかもに聞いてしまうので、逆に言うと何に聞いているか分かりにくい。もっと言いますと、ですね変な話、なんとなくやってもなんとなく聞いてしまうんです。えー、ですけれどあの、逆にそのことが、まあ、例えば週3回やってれば、週3回歩いていればいいよね、みたいなですね、えー、とそんなイメージを。 一方で定着させてては癒やしないいかと考えているんですで今日私の方から皆様にお伝えしたいことの一つは何と言ってもちゃんとやればちゃんと効きますあの本当にそうなんです、えー、それは要するに個々人の糖尿病の病態に合わせてまあもちろんこれ予防も含むんですけれどもあのしっかりと 運動プログラムを作成すれば、しっかりとあの効き目が現れるというところを、えー、お伝えできればと思います。それに加えまして、えー、こちらをご覧ください。今、皆様にご覧いただいてます、まず右手のグラフでございますけれども、これは新潟大学の、えー、とデータでございます。あの そうですね。ずいぶん前ではありますけど、結構センセーショナルに例えばいろいろなメディアを通じて伝えられましたので聞いたことがあるかもしれません、えー。糖尿病の患者さんが1日1時間の身体活動を行いますと、全死亡のリスクを半減した、はい、すなわち糖尿病の患者さん、しっかり運動すれば長生きできるということなんです。であのえー これは実は驚くべきことで、例えば型糖尿病さんの、二型糖尿病に対する治療は薬物療法をはじめ様々ありますけれど、そのすべてが長生き、いわゆる生命予防につながるわけではございません。ですけれど、この運動は確実に生命予防を良くする、もっと言うと、ですね元気で長生きを保障してくれるんです。これは本当にあの現場感覚とも一致すするんですが なぜだと思いなりますでしょうかなぜ糖尿病の患者さんが運動すると長生きできる、さあその、えー、理由、メカニズムを皆様はどのようにお考えになりますか。 今日はですね、その答えを皆さんと一緒に考えながら進めていこうと思います、はい、でその前にこれも改めましてでございますもう皆さんは知っていることかもしれませんが一応新型糖尿病とはについて簡単に説明させてください新型糖尿病とはいわゆる 膵臓からのインスリンの分泌が悪くなるインスリン分泌不全とそのインスリンの効き目が悪くなるインスリン抵抗性が相まって、えー、と高血糖状態をもたらす疾患、はいであの。一般的なナチュラルコースとしましてはどうでしょう。まず例えば 皆さんのイメージですと、食べ過ぎや運動不足によって、まずインスリンの効き目が悪くなる、そうすると,、えー、と血液中のインスリンがの濃度が高まって、いわゆるインスリン、高インスリン結晶がもたらされ、さらにはたくさんインスリンを出すことによって、膵臓がどんどん疲れていって、引いては膵臓からついにインスリンが出なくなってくると、えー、本格的な糖尿病になっていくということだとは思いますが、ただですね、 皆さんがこのようなナチュラルコースをたどるわけではございません。特にですねあの、日本人においては、これは順天堂大学のデータですけれど、そのインスリン抵抗性なしにもともと膵臓の機能が弱くて、インスリン分泌不全からいきなり糖尿病になる方も結構多いという、そんなデータもございます。結局、何を申し上げたいかというと、 新型糖尿病は大変複雑例えばですね、まあ、それほど例えば、インスリン抵抗性のある方に、あのインスリン分泌を促すような薬を飲ませてはいけませんね。まあ、一ところ、もうずいぶん前はですね、糖尿病、2型の糖尿病の患者さんには、えー、どなたにでも SU 剤を出す先生がいましたけど、今はもうそんな方いらっしゃいませんね。インスリン抵抗性があれば、インスリン抵抗性を下げる薬。 インスリン分泌不全があれば、膵臓はちょっと引っ張ったくお薬、それが個々人において出されます。一方で、運動はどうでしょうか。そう まさに今日皆さんと情報を共有したいのは、まああの、なかなか個々人といいますととても時間が足りませんけれども、ざくっと例えば、えー、今日は3タイプの方に分けたときに、それぞれの人にふさわしい個別の運動プログラムを、えー、まずはご提案させていただこうかと思います。改めてになります2型糖尿病患者さんがもっと長生きできでる個別運動プログラム もの作り方予防も含むでございますそれでは参りましょうまずはですね A さんでございますはい A さん肥満気味でインスリンの効き目が悪いと主治医に言われたそうでございますさあこのような方にはですねどうか 運動プログラムを作成する機会がありましたら、筋肉の質を改善することを念頭に入れてください。筋肉の質、はい、もう皆さん、あの筋肉の量が大切なことは、昨今、えー、少し流行しておりますフレイルなんていう言葉でで、すね、あの筋肉の量をしっかりと高めなければいけないことはご存知かと思いますが、ここでは筋肉の質でございます。そう 筋肉には良い筋肉、悪い筋肉があるというそんな話です。それではその筋肉の良し悪し、二型糖尿病の患者さんの筋肉の良し悪しを決めるのは何なんでしょうか、ご覧ください。まずはですね、こちら、健康な方の良い筋肉でございます。健康な方の良い筋肉。例えば、ご飯を食べますとですね、当たり前ですけれども、血糖が上がります。そうすると、膵臓から立ちどころにインスリンが出されまして、あのまあ、筋肉に限りませんけれども、いわゆるインスリンの標的細胞というものは はですね、えっ、ー、とその細胞膜上にインスリン受容体というものがございます。こちらにインスリンが、えー、鍵と鍵穴のようにくっつきますとご覧ください。えっ、ー、とこの筋細胞の中にですねインスリンシグナルという信号が進みます。 そうしますと、えー、何やら筋肉の中にはぐるっと4胞胞体というものがございますが、こちらがドヒュン、えあんなふうにです、ね、筋肉の細胞膜上にくさびるように打ち込まれて、その開口部からスポンって血糖が筋肉中に含まれる、えー、と取り込まれるわけでございます。すなわちです、ね、えー、皆さんここにおいては、 よく、えー、ご覧いただきたいんですが、インスリン4分子に対して血糖が6分子取り込まれた。よろしいですかそれではですね A さんをご覧いただきましょうか。悪い筋肉とはこういったものでございます。例えば A さんの場合、ご飯を食べますと、やはり同じように膵臓からはインスリン4分子出されるわけでございます。ところが、あれれあのインスリン収納よりかはなんとなく乏しいですよね。で結果として、あのー 筋肉膜上にくさびのように打ち込まれるぐるっと方も少なくに折れるインスリン4分子が出ているにもかかわらず血糖が3分子しか取り込まれませんまさにこれがですねインスリン抵抗性すなわちインスリンは出ているにもかかわらず血糖が下がらないという病態でございます ここであのクイズに挑戦でございますあの、まあ。私の話を一方的に聞いていただいてもですね、皆さん途中で飽きてしまうかもいけませんから、えー、今日はですねあの、私の講演の最中にちょこちょこあのクイズを出そうと思います、えーとまあえー。私の方ですぐ答えを言ってしまいますけど、一応一緒に考えていただけますか、えー、問題をご覧ください。 さあ、先ほど A さんの骨格筋ではインスリンのシグナルが低下しているという話をしました。それの原因は何でしょうなぜでしょうかというのが最初の問題でございます。1番、筋肉量が少ないから。2番、筋肉の中に脂肪が溜まっているから。3番、筋肉の中に糖が溜まっているから。さあ、皆さんはどうお考えでしょうか。まあ、これ、は市民の方に同じ問題に出しますと、大体2番、3番で分かれるんですね。こちら、答えはですね。 2番でございます、はい、こちらご覧くださいね。こちら先ほどの A さんの筋肉でございますよ。えー、よくご覧いただくと、る。はい、筋肉の中に脂肪がどうやらたくさんあの蓄積しているようですよ。A さんあの、えーと、肥満気味という話をしましたが、A さんのような方というのはですね、もちろんあの内臓脂肪や皮下脂肪もたくさん蓄えておるんですけれど、実は筋肉の筋肉中にもですね、このように 異常性の脂肪と専門的には申し上げますけど、これがしっかりあの溜まっているんですね。そうすると、このインスリンシグナルが乏しくなり、えー、っといわゆるトランスロケーションするぐるっと方が少なくなるということが分かっております。で,でも このようにですねあの、A さんの筋肉の中に脂肪がたまってしまう、その上流には何があるんでしょうか、見てみますと、ご覧ください。ミトコンドリアの機能異常という問題があるんですね。はい、ミトコンドリア、皆さんどここかか。で聞いたことありますかあの中学校2年の 生物の授業で習ったかと思います。ミトコンドリア、お年たちの体を構成する60兆個の細胞に割とぎっしり入っていて、筋肉細胞が特に多いんですね。えー、と主な仕事は、いわゆる、えー、酸素の存在感においてエネルギー気質である脂肪や糖を根本とエネルギーに変えてくれるこ頼もしい仲間でございます。ところが、このミトコンドリア、あの糖と脂肪のうち 糖はミトコンドリアの外側でエネルギーに変えることができますけれども、脂肪はエミトコンドリアがあって初めてエネルギーに変えられるんですね。ですから例えば うんと運動不足がありますと、ミトコンドリア機能、あのまあ、下がってまいります。そのような場合に、ですねこれ、このように筋肉の中に脂肪がたっぷり溜まってしまうということらしいんです実際あの、糖尿病の患者さんの骨格筋を見ますと、これはこのように、ですね、えー、健常人の人と比べてかわいそうなミトコンドリアになってしまっているということで、あの最近ではですねこの糖尿病患者さんにおこり骨格筋のミトコンドリアの治療ターゲットの一つとして注目されているんでございます。 さあこのミトコンドリア、高めるためにはどうしたらいいか、実はですね3つ方法があるんです、ね。よかったら覚えておいてください。あの骨格筋に限らないんですけれどミトコンドリアを高める方法3つ。1つは、ですね実は寒腐摩擦なんです。寒冷刺激というのはこれミトコンドリアの数を増やすんですね。それからですねもう1つはお腹がすくことなんです。あの私たちがお腹をすきますとですね、えーまあ ある種の化学変化が体の中に起きて、それがミトコンドリアを増やす遺伝子にスイッチを押すそうでございます。皆さん、どうですかお腹も空いてないのにご飯を食べてしまうことはござありませんかそうなってしまいますと、ミトコンドリアがなかなか、えー、と少なくなってしまいますから、お気をつけくださいね。そして、なんといっても運動でございます。運動すると、このミトコンドリアの数も質も良くなってまいります。というわけで、A さんのような方を見た場合、この骨格筋の中のミトコンドリアの機能を高めることが大事なんですが、 さあこの骨格筋のミトコンドリアを、まあの機能を高めるためにはどんな運動がいいのか、これがですね、意外,意外なんですけれども、実はこのきつめの運動が良いのではという、そんな話があるんです。ここには複数のルートがあるんですけれど、今もご覧いただいてますのは、運動中に少し。 交感神経が活性化した方がミトコンドリアがたくさん増えたというエビデンスです。え、ちょっと待ってください。交感神経ですよ。運動中に交感神経が高まるとあの、ピンとくる方もいらっしゃるかもしれません。運動中に交感神経が高まりすぎると、肝臓からのです、ね、グリコーゲンを血糖として放出してしまいますので、血糖値上がっちゃいますね。困りますね。糖尿病の要するに A さんのような方にきつめの運動をしろというと、 それは骨格筋のミトコンダリア機能を高めることには貢献するかもしれませんが、えー、血糖値は上がってしまう危険性があります。それではあの本末転倒ですね、えー。そのような方に今実は注目されているのが。 インターバルトレーニングでございます。えあの強い運動と弱い運動を交互にしますと、交感神経の刺激はしっかりこの筋肉には届くけれど、意外と血糖が上がらないということが実験の中で確かめられているんですね。えーまあ、このようなインターバルトレーニングですけれども、2日に1回で効果があるのでは、さらにこれにです、ねえー、と筋力トレーニングを加わせると、さらにあの効果がある。 ただまあ一方で筋トレだけでは効果がないなんていうことが言われておりますのでどうか皆さん A さんのような方を現場で見るようなことがありましたら、まあえーとまあ、一つの方法として、例えば強い運動と弱い運動を交互にやるような有酸素インターバルトレーニングを進めてみるというのも一つの発想ですし、そのような方にはあのやはり筋トレもしっかりやっていただくと、実際、ですね、あの少しお二人の方で男性ですと筋トレをやると無理無理,無理,無理筋肉がついてきます。ですね。それが運動 の強いいいいモチベーションになる方ももらっしゃまますすただあの例外もございますあのむしろこちらの方をしっかり覚えておいていただきたいですね、えー。例えば A さんのように肥満タイプであっても、そうですね、血圧の高い方、それから腎臓の機能が落ちている方、貧脈性の不整脈を持っている方。 以上の方にはです、ね、インンターーバルトレーニングをとてもお勧めできません。私自身も糖尿病のいろいろな方にあのインターバルトレーニングを取り入れていただいて効果を得ることができました特にあの運動不足の女性なんかではです、ね、やり方をしっかりすれば大きな効果を得ることができたんですけど先ほど申し上げた血圧の高い方腎臓の機能が 少し落ちている方、さらには頻脈性の生脈をやっている方にはですね、えーと、むしろ逆効果ということも経験しましたので、どうか皆さんはあもうあの現場で、えー、とこのインターバルトレーニングを用いる際は、以上のこともお気をつけください。ど、えー、どんどん参りまます。す続きましてですね、えーと B さんにつきましては、1日の血糖変動をコントロールする、はい、インスリン分泌不全の B さんでございますあ。このようなインスリン分泌不全のある B さんはですね、えー、例えば普通の方ではありましたら、ご飯を食べますと、これまたインスリン君があの立ちどころに出まして、えー、肝臓の中に一旦たん、あの 取取りり込込んだ炭水化物はグリコ原としてままれますですから、私たちは一般的にはですね、ご飯をもりもり食べても、その後血糖値が高くなるということはないんです。ところが、B さんのようにインスリンの分泌不全、もしくはインスリンの出方を弱い方、そのまま食べた炭水化物が血液中にだだ漏れに漏れてしまうので、 食後を中心に血糖が上が上るというわけでございますでこのような B さんのような方に対して古典的には食後に運動をしますとこれこのように、えー、筋肉で通りようが進むので少しあの血糖値の上がりがマイルドになるということが言われておりました。でところがですね今この B さんのような方にもっと いい運動のやり方があるんではなかろうかということも一方で注目されているんです。さあ、こちらをご覧ください。えー、あと、この後第2問目のクイズもございますけどそちらにも挑戦してくださいね。今、皆さんにご覧いただいているのは、ま、例えば3名の方の1日の血糖パターンとしましょうか。横軸が時間ですよ。えー、縦軸が血糖値でございます。で、あの3つの三角がこれ、食後のタイミング、食事のタイミングです。で 一番後ろを見てください、あの青の濃い部分でございますけれど、あのこれは、まあ、あの何も運動はなさってない方の一日の血糖変動です。ご覧いただきますと、えー、の食事のたびに血糖が上がって、例えば朝ごはんを食べた後結構250まで血糖が上がった後 困ったことにあの、お昼ご飯の時にしっかりと血糖が下がりきってないですね。で、にもかかわらず昼ごはを食べますから、また血糖が上がってですね、結果として、高血糖に体がさらされている時間がずいぶん長いようですよ。で、こういう方に対しまして、例えば食後の30分後に運動しますと、あのその間の緑の線になります。あ確かにですね、えーと、血糖の上昇が少し抑えられておりますね。えー、あ,ありがたいことですが、 ご注目いただきたいのは一番手前です。随分この血統パターンがですね、後ろの青の方に比べますと、えー、と小さい山になっておりますね。ささあ皆さん この方は一体どんな運動をしたと思われますか、A、?B さんのように、食後高血糖の方、血糖変動を小さくした運動のやり方は1番、2番、どれだと思われるでしょうか ?1 番30分ごと運動した2番、1日に3回ジョギングした3番、寝る前に筋トレをした、皆さんはどうお考えになりますか、A、本当はですね、あの皆さんの,の回答の様子をこちらで確認できればと思うんですけれども、答え、言ってしまいます。答えはですね、 1> 1番でございます30分ごと、ずいぶんこの研究も乱暴なんですけれど、あのもう軽体操です、本当に体をですねラジオ体操よりもっと軽い体操を30分ごとしたら、ずいぶんこの1日の血糖パターンが良くなったという、そういう結果なんですね。で、その論文を見ても、実はそのメカニなんでそうなったかは書いてないんです。 で私も長いこと分からなかったんです。なんでだろうと思って。で、ただ最近、あの少しふと思ったんですけれどこうあの、いわゆる30分ごとに体操する、そのことによってもたらされる体に対する変化って何だと思いますもちろんいろいろありますけど、僕はですね、副交感神経活性が高まるんじゃないかと考えているんです。で、副交感神経活性が高まると、どんないいことが。 特にインスリン分泌を良くすること、えどういうこと副交感神経活性を高まると、インスリンの分泌が良くなる、ちょっとにわかにはです、ねえー、とそこは結びつかなかったんですけど、最近ふと思っているのは、これはまだ全く実証してくて私の想像に,に過ぎないんですけれど。 インクレチンというホルモンがございます。いわゆる腸ですね。あの副交感神経活性が高まります。ご存知のように腸の活性が高まります。で中,に中にはひょっとしたらその腸内細菌の、えー、と環境なんかも良くなるなということも報告されているんですけど、そういったこ、えー、とがインクレチン、すなわち 腸から出て血糖と膵臓の機能を高める具体的にはどうやら膵臓の中にこれはまた水蔵臓の膵臓細胞のミトコンリア機能を間接的に良くするらしいんですけれどもどうやら僕の中ではですねこんなえうに、えー、とい,いわゆる うんと細かく体を動かすことによって、副交感神経活性を高めることで、例えば腸内、えー、と腸管からのホルモン、インクレチンのようなものの活性が高まって、インスリン分泌が良くなるんじゃなかろうかということをぼんやり考えております。これはも私の想像に過ぎないので、もしこの中で聞いてらっしゃる方で、それ一緒に検証いただける方がいれば、あのご一報くださいと言いたいところでございますが。 あのいずれにしましても、皆さんお気づきの通り、そり、A さんと D さんってもう全然戦略が変わり、性能が変わることをお気づきになりました。A さんは例えば 血圧とかが特別高くなればむしろちょっと交感神経を復活するような運動をすることで効果が高まる一方 B さんは逆なんですよむしろ副交感神経を上手に高めるということがインスリン分泌を介して血糖パターンを良くするかもしれないこれこのようにですね、えーと、同じ運動といってもその病態が複雑な 新型糖尿病の患者さんにおいては少し、えー、ご提案する運動のやり方が変わってくるかもしれないということを、えー、改めて申し上げたいと思います。えー、このインスリン B さんのような方への運動を少しまとめますと有酸素運動はこれガイドライン通りあり軽くて中等での運動、まあ、それに加えましてやはりこまめに体を動かすことでまたあのインスリン分泌の不全の方にもレジスタンストレーニングを進められます。ただあの実は先ほどの にに比べると少し軽い負荷になってますね。これもやっぱり強い負荷でレジスタンストレーニングをしますと交感神経活性が高まりますのでね。で加えましてここにはヨガを書いてありますけれどもあ私は個人的にもですねヨガのようないわゆる東洋 的な養生体操はこの B さんのような方にすごく効くんじゃなかろうか、特にその中に含まれています呼吸法のメソッドですね、これはあの B さんのような方にすごく血糖安定に寄与するんではないかって、これまた思っております。これはは今実は、えー、といろいろな、まあ 病院とです、ね、提携しながらこれから検証を進めていってる最中ですので、また成果が分かりして、皆さん、皆様にあの発信できればなということを考えております。はい、どんどんまいりますよ、えー。続きまして C さんでございます。糖尿病歴15年。このような方はですね、血糖コントロールの主役はもうインスリンですのでね、むしろあのい、えー、運動によって、 不利益についてしっかりと抑えておくことが大切中でもやはり最もあのポピュラーな糖尿病患者さんの運動中の事故と申しますと。 運動誘発性の低血糖でございます。でもう皆さんご存知のこととは思いますが、改めてその定義を申し上げますと、運動誘発性の低血糖、一過性の運動によって血糖値が70ミリ,デシリ,ミリグラムデシリットル以下になれば、えー、運動誘発性低血糖と定義されるようでございますけれど、実際にはどうでしょう、現場で見ておりますと、 急激に血糖が下がった場合は、これに関わらず低血糖症状出る方いますしあの、低血糖症状に慣れている方もいますよね、50とかになったも平気の方もいらっしゃるのであの、その限りではないんですが、皆様におかれましては、その、えー、注意すべき症状として、もちろん震え、発火もあるんですけど、なんといってもめまいやふらつきという、いわゆる中枢症状を見たら、これはもう、 すぐに、えーとまあ、その方が血糖、血糖ですね、血糖じゃないですね、糖分をあの携帯していればすぐに飲んでもらう、もしくは時には、ね、救急車をすぐに呼ぶということも必要になってくるんじゃないでしょうか。で、あの意外と知られてないのがですね、この何で低血糖が起こるかなんですよ。あのちょっとご覧くださいね。えー、例えばあの、そうですね、相対的にインスリンの単位数の多い方が運動をした とします。そうすると筋肉の中で糖利用が進みます、えー。そうしますと血液中から血糖がま取り込まれるわけですで。普通であればですよ、健康な方であればこんな風にあに、のー、血糖から筋肉に糖が移動すると立ちどころに肝臓から、えー、とグリコーゲンが分解されて放出されるわけですけど実はです、ね、そのインスリンのが相対的に多い方はこの反応が起きないんですよ。そう。 実はあのー、運動誘発性の低血糖の、あのー、本質は、この肝臓からのいわゆるグリコーゲン分岐が起きないということなんです。あの肝臓の機能不全なんですよ。意外と知られてないんですけど。で、あのー、これを防ぐためにはどうしたらいいのか。はい。えー、本日、うん、第3問目の問題でございます。えー、お付き合いください。 インスリン療法中の C さんでございます。えっとまあ、そのような C さんに関して、運動療法のアドバイスとして、あまりお勧めできないのはどれだと思われますか ?1 番、運動の時は捕食を多めにとる。2番運動前後で、えー、運動前後及び運動中に自己血糖測定を行う。3番、午前の運動は避ける。これですね、あまりお勧めできないのは意外ですよ。1番なんです。 意外とね、この一番をやっている運動、まあ、運動施設もしくはです、ねえー、医療機関も多いと思うんですけれど、あのもちろん以前はです、ね、あの運動するときは少しあの補食をおめでとってねっていう、えー、指導がなされていました。ただ、これ実際やっぱり現場で見ておりますと、あの 糖尿病の患者さん、やっぱりあの低血糖が怖いんですね。だからついつい多めに捕食を取ってしまい、それが血糖パターンを悪くしているということを、私も、えー、と多くの方で経験いたしました。ですから、今は、伸びずうまくなし、この捕食を多めに取るという指導はなされてない。むしろです、ねえーその、まずは患者さんご自身に、ご自身の、えー、血糖パターンをしっかりとモニタリングしていただく。 でこの際にぜひあのご本人も気づかないことが多いんですけれどもあの運動誘発性の低血糖ってもちろん運動直後や運動中も起きるんですけど意外とですね12時間ごとが起こるんですよ。これあの、えっと、教育入院している患者さんも多く経験していたときにその夕方にがむしゃらに運動するといやいやあの 教育入院している患者さんはや、早く血糖を安定して、うんうん、退院したいので、結構あのがむしゃらに運動したりする方いらっしゃるんですけど、その方がです、ね、朝を起きがけに低血糖を起こすということがあるんです。これれははやっっぱり、うん、基準はよく分かってないんですけれど あの激しい運動をした12時間後にあのこの運動誘発性の低血糖が起こる場合もあるそうでございますのでどうかあの皆さんその運動誘発性の低血糖が気になるリスクのある方にはそのような情報をご提供いただければと思います。ままたです、ねえー、とそのよううな方につきましてはどうか 午後の運動をお勧めください。あの実は、えー、と自律神経の話をしますと、午前ってやはりあの自律神経がまだ安定化してないんですね、えー。その環境下で運動しますと、これまた運動誘発性の低血糖が起きやすいことが分かってますから、改めて申し上げます。あの低血糖のリスクがある方も、も、まあ、あまり多くはありませんけど、そういうような方は午後の 午後に、えー、と運動を進めいただけたらと思いますしまた何よりもですね、えー、とそのご自身の血糖パターンをしっかりあの把握していただいて、えー、必要であれば強い運動をする前な ご自身の判断で、まあ、なかなかそれはできない人もいるんですけれど、インスリン量を減らすというのが今、今、えー、患者指導のゴールデンスタンダードになっていると思いますので、ご参考いただければと思います。いずれにしましても、えー、今日私が皆様にお伝えしたいことの一つ目は、 型糖尿病は体操複雑であるですから、できましたらその方の病態に応じたお声がけ、予防も含めてですけれどもね、という話でございました。A さんのような方、特に A さんや B さんで、ずいぶんその運動の、あの効き目のある運動のやり方が変わってまいりましたのでね、えー、とまずはその点だけでもしっかり押さえていただければなと思います。どうか皆さんの,この目の前にいらっしゃる、 えー、糖尿病のリスクの高い方、さらには実際の新型糖尿病の方に運動を進める際の個別運動プログラムについて申し上げました。ただですね、どうでしょうね、皆さんが運動してくださいって言ったら、やってもらえますかうん、これはもう長くこの世界におりますから、よく私も分かってるんですけど。 なかなかやっちゃいただけません。で、実際にはあの分かっていても、やらなきゃいけないことは分かっていてもできない方がほとんどでございます。まあ、これ、アメリカのデータですけど、特に高齢者に至ってはアメ、まあ、アメリカはちょっと特殊な部分もあるんですけど、高齢者の7割が運動不足という、そんなこともあるんですけれど、さあ、皆様はどうしますもちろんですね、えーと、行動変容技法なんていうことが一頃ころ、もてはやされまして、特に自己効力感を高めるなんていうことは、大変。 有効です有効ですけど、それでもやっぱりやっていただけない方もいらっしゃいます。そのような方にですね、あの私が今考えていることの一つがですね、こちら。 エクササイイズメディシンということの考え方を広げるというものでございます。これどういうことかと申しますと、エクササイズメディシン、これはもともとはアメリカスポーツ医学会というですね、まあ、私どもの世界では最も権威のある学会なんですけど、こちらの国際プロジェクトで、すでにあの日本を含めまして40カ国以上がそれに批准しておるんですけれど、ズバリ申し上げますと、エクササイズメディシン、運動はお薬です。これをですね、 医療者の方からもっと患者さんに、えー、行ってもらいましょうという、そういう運動なんです。意外と、特にあのやっぱりお医者さんからの人ほ言が、これが一番効きます。 あのまあ、私は医者でもなく運動1回の運動生理が来たんですけど、私どもが言っても、ですねやっぱりなかなかあの <laughs> 患者さんの,あの心に響かない、ただこれはお医者さんがです、ね、キング、運動した方がいいよ、あなた運動した方がいいよと、全然あの患者さんの受け取り方があの異なります。ですから、私たちはですね、えー、と医療者、特にあのかかりつけの先生にどうかお薬の処方ではなくあの、運動の必要性を先生のお口から解いていただいて、必要 必要ならばです、ねえーと、それを地域の運動資源、多分フィットネスクラブでもいいでしょう、高齢者のサロンでもいいでしょう、もうそ,ういったことそういったところにつな、ねえー、いではいただけないかという運動を今、始めておるんでございます。ありがたいことに、あのこちら現在、厚生労働省、さらには東京都の福祉保健局の方 からもですね、えー、ご指導を賜りまして、具体的にいくつかの成果も出ております。その一つがですねこちら、杉並区で今、東京都医師会さんとして、えー東、東京都医師会さんと共同して行っている銭湯を舞台にしたエクササイズメディシンの実証研究でございます。しばらくお聞きいただいてもよろしいでしょうか。銭湯、銭湯でございます。なぜ銭湯なのかと思いになる方もいらっしゃるかもしれませんが、あのー、このまあ、まあ 裏話を言うとあの、東京都保健福祉,福祉保健局から勧められたってのもあるんですけどあの、えー、ただやってみたら、実際やってみたらですね、大成功でございました。というのは、ですねこのコロナ禍でございますあの。銭湯というのは、実は東京都の中で結構まだあの残っていて、っていうのはやっぱ東京地価が高いので、フロナチアアパートに住んでいる若者とか多いんですね。その,うんあの銭湯はですね当たり前ですけれど、 あの裸になりますので、水平性が担保されているんです。加えましてあの、いわゆる温泉地やスーパー銭湯と違って、いつも同じ時間に同じ人が使いますのでね、わりと秩序だっております。で、このような、いわゆる銭湯の中では、えー、と寛容の女すなわちです、ね、お互い様みたいなのが自然育っているんです。これがですね、コロナ禍において非常に、あのまあえー、特に若者の中で、 うんとそれに惹かれる方が多くて今実際私もあの足しげく東京都内の銭湯にあの足を運んでおるんですけどもうどこもかしこも特に土日になれば若者でいっぱいでございますで中でもですね、えー、と福祉保健局さんからご紹介いただいたこの杉並区公園寺にありますこ杉ちょうど2020年にですね東京都の地元から発信する健康づくり支援事業で最優秀賞を取ったあのまあ 没得办法。 ただの銭湯ではもともとないんですけれども、こちらで、えー、私どもエクササイズメッチ、すなわち杉並区の医師会の患者さんから、えー、杉並区の医師会の先生から紹介された患者さんを、えー、とにいろいろな運動を紹介するというのを今やらせていただいております。で当初はです、ね、この,あの小杉湯の待合室で、つ、えー、いた手を立てて個別指導させていただいたんですけどこれがすぐにもうコロナ禍でできなくなりました。 あこいつは困ったなと思っていて、なんかこれに変わる方法はないだろうか、コロナ禍でも感染リスクの低い方法がないだろうかと思って、ぶらぶら高円寺を歩いておりましたら、あのあの高円寺にですね行進、えー、通りという実に程度のいいですね商店街が今残っているんですね、そこを夕暮れ時にぶらぶら歩いていたら、ですねその夕日に照らされた街並みが大層きれいで,です、ねいや、これはここを散歩したら。 面白いんじゃないかって考えましてですね、えー、以来その定期的に、あのーえー、小杉をスタートとゴールする夕焼け散歩というのを始めました。これがまたですね、代表番を呼びまして、すなわち、あのーえー、コロナ禍で,です、ね、皆さん外出自粛をして、 おるわけですで加えましてですねあの、それまで行っていたサロン活動などがみんな中心になってです、ね、みんな一人ぼっちで寂しいんですね。えー、そのような方が、あの外で、えー、とある程度の社会的距離をとって、マスクをしながら歩くだけでですね、あのどういうんでしょうね、歩くだけなんです。ですけれど 不思議と歩いていると、あの呼吸が当たり前ですけど、シンクロするんですね。そうするとあの人間というのは呼吸が合うとやっぱりこう。 えーと人の垣根っていうのは小さくなるんですね。不思議なものに1時間弱ぐらい歩きますと、初めて会った人がとても仲良くなるんです。で、あのーまあ、こういった経験から、こちらにも書いておりますけれど、散歩というのは、特にみんなで歩くというのは最強のコミュニケーションツールなんだなということを考えておりますしまさにこれがコロナ禍において、えー、と功を奏したということでございます。加えましてですね、あのーまあ、私たちがこう、まあ、言ってみれば、えー 定期的に高齢者これね20人ぐらいですよ高齢者とあと小杉湯に集う若者たちが一緒にこう歩くんですけれどあのー どううだろうこの私たちが歩く店先に、えー、立ち寄って、割と感じのいい店がたくさんあるのでね、公園で、そういったところに立ち寄らせてもらえないだろうかと交渉したんです。そうするとですね、いやあのショップの店員さんからは、いやいや、こんなコロナ禍でそんな不特定多数の人にガヤガヤ来られても困るって言われたので、いやそりゃそ,そうですよね。じゃあせめて あの軒先で、あの家の,あの私たちはお店に入りませんから、お店の中から手を振ってくれませんかと、あいやそういうウのウロにやりますよっていうので,です、ね、手を振ってもらったんです。でこれがこれ、また大層、ね、評判を得まして、一人でいる高齢者ですね、えーと、ちょっと人に手をもらってもらって、こんなに喜ぶのかってぐらい、みんな狂気乱舞して、手をブリブリ振り返すんですね。いや、ここにおいてねあの、なんて言うんでしょう、人間っていうのはやっぱり誰かに存在を。 うん、いわゆる承認してもらいたい存在なんだなっていうことは分かってきたんです。そうなんです。家で一人でぼんやり生きていて。それでコロナにかからなくても、やっぱりそれで生きているって実感がないんですね。あのー、実は運動というのはいや。もちろん血糖値も下げますでしょう、えー。だから人によっては体力も高めるでしょう。でも本当に大切なのは運動し。私たちは運動して体を動かせるから。 出出会いを演でできるわけですでだもう僕は実は運動本当の運動の価値がここにあるんじゃないかと思っているんです。ここで歩くことで書いてありますけ歩くことだけじゃないです。運動することで、えー、外に出る少なくとも体力があれば、やはり、うん、とそこで新しい出会いが演出されることもあるだろうし、そこにおいてひょっとしたら最終的に社会参加する人も出るかもしれないじゃないですか。そこにおいて、やっぱりあ私は生きててよかったって、ありありとした実感が生まれるんだ。 と思うんですでもう一度私が一番最初に皆さんに問いかけたあの問いを思い出してみてください。どうして運動をしている人はどうして運動療法をしている人は長生きなんですか僕は答えの一つはこれじゃないかと思ってるんです。あの要は うん、歩くことで、えー、その方がちゃんと社会の中で自分の存在意義を感じることができる運動、例えば血糖値が良くてですね、家で一人でいて、うん、手足が細うでいたらですね、これ、なかなかそういう実感を得られないんじゃないかって考えてます。加えまして、高円寺ではですね、ありがたいことに小杉湯さんから多大なるご,、うんとまあ、ご協力いただいているおかげで、の小杉湯に惹かれている若者たちがですね、今か今かと高齢者を、これ、街、 構えてるんですねそういったところであのご高齢の方がこの若者と関わることで例えば自分の喋っていることが若者を通じて次の世代に引き継がれるということがこれがまたあの彼らの生きる言ってみれば意義を高めているように思うんですというわけで新、えー、型糖尿病の患者さんはなぜ運動で長生きなのかという答えの一つが、えー、とこちらでございます。 実はもう一つあるんです。はいあのー、そもそも、えー、糖尿病は代謝性疾患と呼ばれます。はいあのー ちょっと難しい話になりますけど、最後、お付き合いいただいて、私の話を終わろうと思います。代謝性疾患、すなわち代謝というのはエネルギーの流れのことでございます。糖尿病はですね、いわくエネルギーの流れの障害と定義することもできます。エネルギーの流れ、普通の人であればですね、普通の人であれば、糖や脂肪のエネルギー源を酸素の存在下で、ミトコンドリーが根本とエネルギーに変えることで、私たちは生命活動を維持されているわけです。 ところがですね、糖尿病の患者さん、例えば A さんのような方に関しましては、こんな感じになっているんですかね。いずれにしても、えー、糖尿病というのはエネルギーの流れの障害なんです。で、運動の価値っていうのは何なのかといいますと、実はこのうーん流れの滞ったエネルギーの流れに、新たに流れを作り出すものなんです、実際に。例えば、あのーえー、A さんの 運動療法の時に筋肉の中のミトコンドリアを高めましょうなんて話をしましたね。これもエネルギーの流れを新たに作り出すものでありますし、B さんにおける、えー、と例えば、まあ、副交感神経を高めるというのも、まあ、間接的にはこのエネルギーの流れを作り変えることになるんでしょう。あのここにおいてですねあの、次のような言葉があります。福岡真一先生という方が書いた、えー、動的平衡という本の中でもっと言いますと、シュレディンガー という方が同じようなことを言っているんですけれど、あの生命は流れの中に秩,秩序がある、それがまさに生きることだということをあの言っているんですそう。流れがあるところに秩序が生まれて、それがいわゆる生命活動なんだという言い方をしているんです。すなわち、あの運動というのはまさにその 新たにエネルギーを作ることで、まあ、言ってみれば秩序の失われた糖尿病の患者さんに、えー、新たな秩序をもたらす、そんな風な定義、そんな風な視点を持っていただければ、あ運動というのがやっぱりあの長生きにつながるんだなって、ちょっと腑に落ちるんじゃないかなと私は考えておるわけでございます。というわけで、あの長々とお話をさせていただきました。えー、もうちょっとな、し <laughs> かも余裕あります 調子よく話しましたら行き過ぎたんですけど行っちゃって大丈夫ですか <laughs> はい申し訳ございませんえー、っと少し時間が早いようでございますけど、えー、今日私の方からはですねあの効果が上がる運動予防のための個別運動プログラムをとししましてえー、っと糖尿病の運動療法はもちろん血糖を下げるということにおいても重要なんですけれどもむしろその本質は。う 患者さんをもしくはその患者、えー、予防領域であっても元気で長生きを保障させるということそしてあのそのコツはいかにその個別的な対応ができるのか、まあ、もちろんそこには専門家の、えー、目線も必要ですけれども今日あのお話しした、まあ、ざっくりとした A さん、B さんみたいなタイプを1つあのご記憶いただくだけで、えー、ずいぶん効果のほど変わってくると思います。そして最後、えー、運動療法はエネルギーを、流れを作ることで、糖尿病患者さんの生命、秩序を流らえるというところを、えー、説明させていただきました。えー、ここで一旦私の私の講演を終わらせていただこうかと思います。どううぞごご聴ありがとうございました